ぐ寝坊する。君のことを思って5分早めた家の時計、もう意味ないな、タバコの嫌いな僕を気遣ってベランダで吸ってたけど、カーテンが揺れて目が熱くなった。もうそこに君はいない、もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって、その言葉が君には重かったの。もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって言わなければ君はここにいたかな。こんばんは、てちです。よかったら1曲だけでもいいので聴いてください。僕のことは多分君がよく知ってる。眠たい時に体温が上がる、キスは短めが好きってこと。その時思った僕は君のことどれくらい分かってたんだろう。一番最初に浮かんできたのは君の好きなタバコの名前。もっとちゃんと君を見てれば、もっとちゃんとって今更気づいても遅いような。もっとちゃんと君を見てれば、もっとちゃんとって今気づいたって何の意味があんだ。君が置いていったタバコ、僕の大吸ってしまった。